はい、清水です。昨日から半春のこのいつもの宿で一人留守番してます。今日はスコーンと見事に晴れました。今からご飯でも食べがてらね、バイクでも借りて海に行ってみようと思います。今日の半春31度。やっぱ南部は空の青さが違いますね。ものすごい青。海行く前にちょっとここでサンダル買ってこうかな。サンダルありました。ビルケンストックじゃなくてストーン。いっぱいを、シシェ。いや、お、Thank you。シシェ。お腹空いてたのと暑いのでね、思わず適当に入っちゃいました。ヌードルショップとかですね。あ、ミックス、OK。 来ました。いろんな卵が乗ってるヌードル。あとちょっと食べちゃったけど、新菜。あ、Thank you。 わさび混ぜ混ぜ、うまそう。ごまが効いててうまいですね。お店のお姉さんが一品おまけしてくれました。うわー、こんなプルプルの、うまっ、超うまい。めっちゃ柔らかくて美味しい、うん、ごちそうさまでした。ここは当たりでしたね。よかった。シェシェ、 Thank you。 Bye。 終わったね、大体。いつものレンタル屋さんでバイク借ります。你好。你好。半春の星砂ビーチだったかなっていう、ちょっとこじんまりしたねビーチにやってきました。前回も来たんですけどね、なんか気に入っちゃってもう一回来てみました。深夜小食堂。それさえ定食。ラーメン。ラーメン。え、这两个。清淡的眼泪是不是蛋？不是，它清淡的眼泪，它是一个鱼来菇。干杯。For YouTube。
谢谢 OK 大丈夫大丈夫拜拜你长得太好笑了吧你还要喝酒吗 Do you still want a drink? Yeah, okay. Okay? Okay, sure. Yeah, I won't. Oh, really hot. Yeah. Air conditioner is broken. さあ、シェシェ、深夜食堂からの宅飲みです。End of this year. Maybe 十一月。十一月。嗯。Okay. Yeah. 十一月。Yeah. Nice. Yeah. Yeah. Thank you. Okay. Nice. Thank you so much. というわけで、半春の楽しい一日が終わりました。今日は宿のダレンがね、台北から帰ってきて、飲みに連れてってくれたり、楽しかったです。明日はね、高雄に戻って、次の日。日本に帰ります。もうしばらくね、Vlog 続きますんで、よかったら続きも見てください。ではまた次のブログでお会いしましょう。